はようございます。ラスケラでございます。今日はですね、狭山市にございます揚げパンカフェバーサにお邪魔しております。というのも、大食い好きの人は多分知ってると思うんですけど、以前ね、マックスさんがやられていたこちらの揚げパンチャレンジを挑戦しに来ました。ルールの方がこちら、揚げパン4種ですね、合計で20本の揚げパンが、制限時間30分で、完食の場合料金が無料にオリジナル T シャツがプレゼントのルール変更がございまして、失敗の場合は3000円のお支払いとなるそうです。こちらのお店、この揚げパン以外にもね、もちろん店名にある通りバーってついてるんで、お酒とかの提供もございまして、結構ね、いろいろな特殊なというか変わったね、揚げパンなんかも結構提供されていて、ここでしか食べれないメニューもたくさんございますので、ぜひそちらも食べに来てみてください。はい、揚げパンチャレンジ、よーい、スタート。それでいただきます。お願いします。いただきます。まずはじゃあ、このね、デフォルトのシュガーから見えるかな、こんな感じでございます。うまそう。うまっうまっ。でも昔給食とかで食べてたような揚げパンとはちょっとグレードが違う。めちゃめちゃうまい。続いてこちらのきなこ。こっちはシュガーに比べて結構ね、甘さが控えめになってるんで、味はね、多分食べやすいんだけど、もしかしたら一番ね、飲み込みにくいかもしれない。うまっ。こちら3品目のココアでございます。いや、うまっ。きなこも食べづらいって言ってました。確かに飲み込みにくいかもしれないですね。でも逆に甘いものがいっぱいあるんで、はい、これぐらい控えめのきなこの方がもしかして食べやすいのかもしれないですね。確かに水分はめっちゃ持ってくる。続いてこちら、狭山の抹茶、狭山抹茶を使った抹茶揚げパンですね。そう、うまっ。ちゃんと、ね、抹茶のほろ苦さっていうのかな、甘いんだけどほろ苦さもあって、すごい食べやすい。確かに飲みにくさで言ったらチャレンジとしてはダントツ一番食べにくいかもしれない、きな粉は。ノーマルがうまい。チャレンジの中でも多分量的には中でもかなり少ない方だと思うんですけど、結構ね、咀嚼とか飲み込むのが大変なんで、このね、30分って制限時間がね、結構ネックかもしれない。アレンジに合わせて出来立てを多分作ってくれてるみたいなんだけど、あったかい揚げパンってこんなうまいんだって感じ。もうめちゃめちゃうまい。あったことないですね、こんなうまい揚げパン。ありがとうございます。
でも普段もこうやって、はい、注文が入ってからって感じなんですか、揚げパンは。そうです。あ、じゃあもう、はい、都度も出来たての、はい、これもぜひみんな食べてもらいたい。もうめっちゃうまいから。でもみんなが知ってる揚げパンじゃない確実に、1分半ぐらいでちょうど10本折り返してるんですね。これは余裕っていうかもう幸せでしかない。チャレンジではないめっちゃ楽しんでる、ちょうど10分ちょっとくらいで残り2列ですね、うまさやまっちゃう。13分半か、最後の1列でございます。なくなっちゃうのもったいないですね。早いななんかもったいないですね じゃあこちらで最後の一本でございます。最後でちょっと原点に戻ってシュガーで、ごちそうさまでした。ありがとうございます。あー、美味しかった。いやー、ということでごちそうさまでした。今日のチャレンジの揚げパンね、めちゃめちゃうまい。ね、このチャレンジで、ね、撮影とかしてない一般のお客さんとかでも2人ぐらいね、成功者の方がいらっしゃるみたいなんで、ぜひ揚げパンとか好きな方は皆様ね、これチャレンジしてみてください。もうめちゃめちゃうまいんで。ぜひ食べていただきたいです。ただね、ちょっとチャレンジといっても、揚げパンって結構弾力があって飲みにくいものになるので、しっかりとね、水分を取って詰まらせたりしないように安全を第一に食べてください。まず今日ごちそうさまでした。ありがとうございます。以上、ハスカルガールでした。じゃあね